はい、こんにちは、伊藤信弘です。今回はですね、DIY です。こちらのね、テーブルに、今ね、下何もついてないんですけど、下っていうか、裏側何もついてないんですけど、こちらにですね、ダイソーさんで購入した、こういうね、なんて言うんでしょう、本来はこういう使い方なんですよ。本来はこういう使い方をするんですけど、これをですね、もう早速取り掛かっていきますよ。まずは、これを外します。外しますっていうか、これ破きます。このいらないね、ネタを剥がします。で、もうこの部分使わないんですよ。このね、この部分いらないから、グイッともう手で曲げちゃいます。こうやってグイッと曲げちゃいまして、で、こういう状態になるじゃないですか。もうちょい丁寧にね、グイッとやって直しますね。で、こういう状態になったら、これをここにピタッとつけることによって、こういうね、こういう、あら不思議、テーブルの下に物入れができたぞっていうね、それをこれから作っていこうと思います。で、どうやって作るかというとね、簡単です。こちらのフックをテーブルにね、刺しまして、フックでこいつを引っ掛けようよっていうことなんでね、早速やっていきましょう。まず裏返します。ただですね、僕全然調べてなかったんですけど、こいつ穴開くのっていう説があるんですよ。あの、ウレタン樹脂なんですけど、フックで穴開けれるのっていう説はまああります。まあこういう感じでね。いや待てよ。ここにこんなんつけちゃうと、大丈夫か？しまうとき大丈夫か？一回これをやって考えよう。これをこうして、邪魔にならないとか。フックをやんないと。ここを印つけよう。うん、まあ3箇所でいいかなっていう感じです、僕的には。まあじゃあ早速穴を開けていきましょうってね。開くかな、開かなかったらもう速攻終わりなんだけどね。どうでしょうか、ちょっとズームで見てみる。いや無理かもね、無理かも。あ、でもいけそうな気もする。いけるかも。これかなり力いるんで、普通は無理です普通は無理ですって言ったらあれなんですけど、女性の方は厳しいと思います。男性の方も結構きついと思います。僕もきついです。いや結構きついけど、多分いける気がする。多分いけますね。だいぶ時間かかるけどね、3箇所だから。体重ね、乗っけながらひねるんですよ。で、滑るからね、これ。まずさ、滑っちゃうから。滑るけど刺さってきた。体重を乗っけながら回す。これ手袋しよう。ユニクロさんのね、ヒートテックの、ヒートテックの必要ないんだけど、パッと思いつく手袋がこれだったから。いやでもどうなんだろう、手袋しない方がいいのかな。いや、手袋しない方がいい。意欲がね、伝わんないから。
ただこれ気をつけてほしいのが、薄いんですよ。ここに突き抜けちゃダメだから、突き抜けちゃダメだから、ほどほどのところでね止めないと突き抜けてくるから、全部いったら突き抜けると思う多分。だってこうやって、ここは多分突き抜けるもんね。全部刺したら突き抜けちゃうから、これ、全部は刺せない。途中もういいかも、頃合い見てこの辺にしようかな。要はこういう風にできればぶら下がればいいわけだから、次ここやってきます。いやどうなんだろう、ゴム手した方がいいの、ゴム手じゃねえや、これはめた方がいいのかな。グローブはめた方がいい、手袋は。あとはそんなに深く刺さないようにやっていくと、このままでいいかな。で、もうこうとこうがいけるもんね。プラスとここで、こういきます。厚手のね。はめた方がやりやすいっていうのが分かりました。もう秒かもしれない。分かかんなかった、さっき喋ってる間に刺さるわ、秒はめてると。いや秒は言い過ぎだな、分はかかったか、これでね、完成です。はい、これでね、もうこうやって引っかかるんですよ。これで、ここと、ここと、ここが引っかか、こっちから行こうか、こっちから引っ掛けて、こう引っ掛けて、こう引っ掛けて、棚ができましたよと、見ててください。ひっくり返しまして、すごい見づらいんですけど、こういう感じです。テーブルの下に隠し棚みたいなやつができましたね。この隠し棚にはですね、例えばね、まあ、こうやって iPad を載せるだとか、ティッシュ箱を載せとくとかね、こういうことができるんですよ。これでね、テーブルの上をすっきりさせることができるというね、そういうやつでした。
はい、ということでですね、できました。ててん、こんな感じです。今はね、ティッシュバッグが入ってますけど、まあ、なんか手軽な何かをね、この下に入れることによって、このね、テーブルの上を綺麗に見せることができる。なんか前になんかお片付けの番組がちょっとやってまして、で、やっぱテーブルの上に何か乗ってるとね、部屋がちょっとごちゃって見えるんですよ。でもテーブルの上が綺麗に片付いてるだけでスマートに見えるというね、そういう感じです。例えばいつもはこうやってね、 iPad とかティッシュとかが乗ってて、ちょっとねごちゃって見えるのが、この2つをもうこの下にしまっちゃうことで机がすっきり見えますよというね、これよ。はい、ということで今回は机の DIY をやってみたようでした。この動画が良かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。